安心感を触っちゃダメだぞ。オンライン行くぞ。オンシン Thank you.
キラキラしたいんだよ。無言でやるなよ。
まりこの辺で重要視されたカードかな。初めて出てきた。撮った。この間さ、住所聞いたじゃん。あれが来る。しかもプレミアム版だよ。そうね、その方がいいと思う。じゃないとまた去年みたいにくっつきちゃになるから感じ切れしちゃうのって、ね、まあ見てる側はね本人最悪。俺去年プレミアムバンダイ版はうちで頼んでたから綺麗なやつは。ただ飾り付けが違うんだよ。はいはいはい。あ、でも結構食べたよ。すっげえ甘かった。食べたからもうぐちゃぐちゃの方は特にちょっとみんなで食べたみたいな。また何種類だったら48種これ。あ、そんなにあんの。なんだよ。あ、かもね。計55回でもな。51でしょ。キラしてたやつって LR なんだ。これレジェンドレアだった。だからほらここLR なんだよ。だからさ、K のあと54でこれ55だから、あ、これ58、57、58、今何種類出たんだろう。
じゃああれだね、今回ちょっと面白いことになってるかも。LR と LREX の表の柄がほぼ同じで裏が違うじゃない。でももうこれが LR でしょ。でここ見た時に今分かったのが、写して普通だったらさ、これの似たような柄で2枚来るじゃん、 LR と LREX が。でもこれあれでもおかしいな、両方とも LR だな。あれ？ちょっと待って、これ LREX で来ないんだ。仮面ライダーバトルガンバライジングバッチリ買います。1番。あれ？じゃあいつもだと、まあ基本 LREX が2枚あるよね。違うってこと？あれ？あれ、わかんなくなってきた。まあ、なんでもないです。画面映しててください。
はね、多分49種類多分。これも初めてなんだ。こういう柄になるんだ。こういう柄だから、そっか、武蔵ニュートンエジソンになるってことだ。なるほどね。
じゃあもう51種類ぐらいになるのかな。はい、あ、早かった。まあいいか。これガンバライジングバッチリ開花一段。